絵が下手なんですよね。残念だ。あ、おここで困り顔してる、誰かわからない人が一歩ずつゆっくり自分の方に来るんですよ。歩いてくる。デイトナインターナショナル、二宮一生とシネドルリュウアです。お願いします。さあ、ということで今回の企画は心霊ロケの移動中でも休まずオカルトトークしようという企画です。ということでどうですかこのトーク、はい、これ5本目、あっという間ですね、うん、めちゃくちゃあっという間でしょ。はい、はい、これね、だからあ、なんだ楽じゃんと思うかもしれないんですけれども、心霊スポットついたらどっと疲れますしかもそっからがリュウちゃんカロリー高いですから。あ、大丈夫です。本当ですか、はい、もう見たものをね、こうスケッチしてもらったりとかいろいろするんですけれども、はい、ちょっと楽しみです。だからそういうリュウアちゃんが見えてる世界を見せていただくっていうのは、ただね、絵が下手なんですよね。残念だ。美大出てるの。え、美大出てるの。そうですね。あ、そうなんですね、はい、じゃあでもある程度こう描けたりとかは。描けないです。何のための大学だちょっと僕もね、よく生き量疲れるんですよ。で、疲れそうですか。はい、え、今見えたりするんですか。え、ちょっとね、待って、あ、見えたりするか。あ、そうですね。え、ちょっと逆に一回二宮に変わりましたからどうですか。え、でも女の人ついてますよ。え、ちょっと何体ぐらい。一人。どんな人。髪の毛はショート目なんですけど、パーマかけてて黒髪で、緑の結構体のラインがはっきり出るような服を着ています。え、あ、まさか、あ、ここで俺の生き量を見てくれるということで。ありがとうございます。はい、あ、ちょっと生き量いるんか、もういないと思ってた。ちょっと細めですか。細めです。誰だ。そしたらこれ見てるよな。緑の服のタイトめのやつ。生き量がいるからって別に悪さされるとかじゃないですよね。そうですね。でも疲れやすかったりしますよね。全然描けませんねちょっとバランスが悪いのは揺れるからですそうね、揺れるから。これはね、でも なんか、うん、最近の人っぽくない感じですね。生き量じゃないのかもしれない。あ、じゃあもしかしたら拝んでた人が国沢家を辞めたから拝まなくなったのかもしれないね。あ、めっちゃ歪んだ。もいいか、口が歪みましたが、こんな感じです。さすが美大クオリティいやでも多分揺れてるからやけど、普通にやっぱ顔とかうまいですもんね。こんな感じ。ちょっと待って、ちょっと困り顔してる。何歳ぐらい。30後半とかかな。もうちょっといてるかもしれないけど、若く見えます。若く見えます。30後半、38とか。ちょっとね、雰囲気似てる方は何人かパパパッと浮かぶんで、この人かなって思う人もいます。あ、怖。心配してくれてる。あ、心配してくれてるんだ。いいか、いい人ですね。じゃあ、よかったです。ありがとうございます。なんかそういう生き量にちょっとちなんだお話とかあります？はい、これは私の体験ではないんですけど、はい、知り合いの、まあ、A さんっていう女性の方が体験した話で、はい、A さんがですね、まあ、20代前半の頃に、10歳以上上の男性と付き合うことになったんですよ。で、その方すごい優しくて、でも会社をいくつか経営してるんで頻繁には会えないんですね、でもいい感じで付き合いが始まって、で3ヶ月ぐらい経った頃に、まあ、なかなかこう会えないからっていう理由でマンションの一室をプレゼントされたんですよ。さすがに普通に付き合ってるだけなのにマンションプレゼントされるって、なんか怪しくないかと A さん思って。なるほどなるほど。問いただしたそうなんですね。そしたらその男性は既婚者で、で、まあ、奥さんと別れるつもりもないけど君とも別れたくないって言われて、普通だと別れると思うんですけど、 A さんも結構なんかこうハマっちゃうタイプで、私も好きだから別れない
なって、そのまま付き合うことにしたらしいんですよ。で、そのプレゼントされた部屋に引っ越して、で、その引っ越してから、男性が泊まりに来るとですね、夜中に苦しくて起きる。で、横見ると男性はぐっすり気持ちよさそうに寝てるっていうことが、毎回起きるようになったらしいんですね。で、あ、これはもしかしたらその、罪悪感とかから、なんか苦しくなってるのかもしれないって思って、男性には言えなかったそうなんですね。で、それからしばらくして、男性の方から2泊3日の国内旅行に行こうって誘われるんですよ。はい、A さんめちゃめちゃ嬉しくて、行く行くって言って行くんですけど、まあ旅行なんで南の方にね、行ったらしいんですけど、もうあの知ってる人が、自分たちのことを知ってる人が誰もいないから、2人で堂々とできるんですよ。それがすっごい嬉しくて、で、まあ旅行だし楽しいってなって、で、夜寝るときに、まあ男性は先に寝ちゃったそうなんですけど、A さんもそろそろ寝ようかなって思って、ふとうとしてたら、また急に苦しくなってきて、で、その苦しい理由が分かったそうなんですね。っていうのが、首に何か乗ってる。乗ってる。で、それが人間の手、はいはいはい、しかも、女性の細い指が自分の首を絞めている。ことが分かったんですね。ああやばい、気失いそうってところでふっと亡くなって、ああ息できるようになったってなるんですけど、もうなんか怖いじゃないですか、その女性の手に首を絞められてるって。そう、ね、でも旅行だし、男性にこう言うのもちょっと、もしかしたら奥さんの念とかが飛んできてる、恨みとかのかもしれないから、男性にはもう相談もできなくて、でそのまま朝まで寝れなかったんですけど、せっかく旅行に来てるから、こうなんか疲れてる顔は絶対見せたくないって思って、あの元気な感じで演じてたんですけど、でその日も夜寝る時にまた男性の方が先に寝ちゃったんですね。でもしまた前日のようなことになったら怖いから、ちょっと間接照明をいくつかだけつけて、それで寝ようって思って、はいはいはい、でなかなか眠れなかったんですけど、その男性の寝てる顔を見てたら、なんか自分もうとうとしてきて、いつの間にか寝てしまってたんですね。でそれから夜中にハッて突然目が覚めるんですよ。でも、あ、首絞められてない、苦しくない、いつもみたいになってないってなって、でも体が動かないことに気づくんです。あれ、なんかどこも動かせない、でも目だけは開くぞ、なんだこれってなってると、足元の方に窓があるんですけど、まあ、カーテンは閉めてて、もうカーテンと窓の間に誰かが立ってるのが見えるんですよね。足が見える、人間の、え、誰かいる、でも動けない、どうしよう、目で男性の方を見ると、男性はぐっすり寝てて、え、どうしようどうしようってなってると、この誰かわからない人が一歩ずつゆっくり自分の方に来るんですよ。歩いてくる、ゆっくりゆっくり歩いてって、ベッドに登ってきて、でその誰かわからない人、カーテンが膜のようにピタッと張り付いて、その凹凸だけはわかるような感じで、でどん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 足元に来て、膝に来て、腰に来てってなって、はい、胸のあたりに来たところで、その凹凸しかない顔がぐーっと自分の目の前まで近づいてきたんですね。その時に、あ、これ奥さんじゃないって気づいたそうなんですよ。それ自分だった。ね、良くないことをしている、分かっているのにしているから、自分で自分をこう戒めるためにやめなさいよって自分で自分の息量を出してやめるようにしていた。すっごい話。でそれをここまで来た時に気づいて、あ、やっぱダメだよなって思って、でそれ以来その首を絞められることもなくなったんですけど、A さんはその後も3年ぐらいその男性と付き合っていました。いや、懲りてへんや。懲りてなかったっていう話です。マジですごい。でも初めて聞くタイプね、自分で自分の生き量を飛ばしてるっていう。はい、リュウアちゃん自身も自分についてる生き量って見えたりするんですか？はい、あります。え、どうやって見るんですか？鏡使ってとか。
鏡も見れますし、うん、はいはいはい、普通に後ろを向いた時とか。ここにいるんですか。まあ、そうですね、いる感じ。それって自分についてる息量見た時に、あ、何々さんだって分かるもん。分かりますね。いやー、どんな気持ちになるんやろそれ。微妙ですよね。息量は微妙だなと思います。いや、嫌な感じですか。まあ、人によりますけど、あんまりなんかその仲良くない人がついてることが多いですよね。ああ、でも好かれてるとかそういうのは分かる感じですか。なんか好意持たれてるみたいな。好かれるほどもう関係ではないというか、うん、なんでじゃ分かんないんですよね。別に恨まれてるとかでもないってことでしょ。ないですけど、うん、多分飛ばしやすい人って気づかずに飛ばしてると思うんですよ ね、うん、ね。だちょっとでも好きたら飛んじゃうとか、はいはい、俺見えちゃったらなんか態度出ちゃうもんな絶対。自分で自分の生き量で、はい、あ、この人ついてんねやと思ったらむっちゃ態度に出るもんな。そういう作戦かもしれないですね。え、相手の方の、はい、なるほどね、近づきたい作戦。なるほど。なんか俺のこと好きなんやろって思っちゃう。皆さん、いい方法が手に入りましたね。いや、あかんじゃん、見えへんから一緒やん。飛ばしましょう。見えへんから。ということで、リュウちゃんのチャンネル、僕のチャンネル、そしてデイトナさんのチャンネル、皆さんよかったら登録お願いいたします。本日もありがとうございました。ありがとうございます。デイトナインターナショナルの YouTube では、あなたのオカルト情報を募集しています。取材に行ってほしい心霊スポット、また心霊写真、UFO、宇宙人に関する情報など、下の概要欄のメールアドレスまで送ってください。よろしくお願いします。